占領初期のバッカーサーは本当にひどい。今回はアメリカの占領政策その2ということで、農業と工業の破壊について話をしていこうと思います。まずは農業からですね。中学とか高校の教科書にも載ってると思うんですけど、農地改革というものをやります。これはざっくり言うと、地主から土地を分取って、そこで働いていた小作人たちにただ同然の安い金額で配ったってことですね。これによってたくさんの自作農が生まれると同時に、資産家たちは没落していくことになります。この政策によって自分の土地を持っていなかった労働農民たちの生活基盤っていうのは安定したんですけど、当然弊害も生まれることになります。農地改革以前っていうのは、地主が労働者を雇って大規模農場をやっていたんですよ。しかし農地改革によって小規模農家の乱立という状況が生まれてきます。当然一人当たりの所有面積は減ることになりますし、それぞれの農家が自分たちで機械なんかも準備しないといけなくなるわけです。そうすると生産効率は当然ガクッと落ちることになりますから、農業イコール儲からないものというものになっていくわけです。すると当然農業をやりたいっていう若い人たちは減っていくわけですから、食料自給率は低下していくことになり、今のような先進国ではありえない水準になっているわけです。これは食料安全保障という観点から見たら大問題ですよ。万が一日本が外国から食料を輸入できないという状況になってしまったら、日本人は餓死するしかなくなってしまいます。大東亜戦争を始めざるを得なかった一番の原因を思い出してください。石油が輸入できなくなったことです。万が一隣国から海上封鎖みたいなことをされて、日本が食料を輸入できなくなったらって思うとゾッとしませんか。これが農業の破壊です。ちなみに一部の地主たちはこの農地改革に対して、日本国憲法に正式に認められている財産権の侵害だと言って裁判を起こしています。一切保障とかされてないわけですから、守ることなき憲法違反です。それは間違いないことですよ。ところが最高裁判決で、マッカーサーは先例にあらずと判決が出てしまうんですね。要は確かに憲法違反でおかしな話なんだけど、マッカーサーには逆らえませんと裁判所が自ら認めてしまったわけです。当時は法治主義ではなく、マッカーサーによる人治主義だったと裁判所自らが自白しているわけです。次に工業分野について見ていきましょう。農地改革については小作農を救うという、まあ一応建前もありましたし、善悪両面があるんですけど、工業分野については完全なる破壊です。マッカーサーは会見で、日本は四島国に転落した。再び世界の強国に復活することは不可能であると発表し、極端な弱体化政策を行っています。GHQ がまずやったことは、日本各地に残っていた研究施設とか工場の破壊です。工場に残っていた工業用機械はスクラップにされるか、新品同然に修理をした上で中国を中心とした国々に賠償という名目で強制的に運び出されています。これによって日本の重工業は大打撃を受けることになります。あれおかしいですね。ポツダム宣言には日本人を奴隷化しないことと、日本の将来の世界貿易への参画っていうのが謳われてるはずなんですけどね。まあ数年後にはさすがのアメリカもソ連の脅威に気づき始めて、日本弱体化っていう路線を変更することになっていくんですけどね。それはまた別の話です。ついでに財閥解体についても少し話をしていこうかと思います。財閥解体っていうのは簡単に言うと、金持ち企業をぶっ潰せっていう政策ですね。財閥関係者を公職追放したり、株式を強制譲渡させたり、グループ企業を無理やり解散させるといったことをしています。公職追放っていうのは次回か、まあ、その次ぐらいで詳しく解説をしようと思うんですけど、まあ、要は GHQ に都合の悪い人間をクビにするってことですね。ついでに潰した財閥が復活しないように独占禁止法というものも作っています。これを民主化の名目でやってるんだから、まあ笑えますよね。だって金持ち連中をぶっ潰せっていうのはまんま共産主義思想じゃないですか。しかしこの財閥解体っていうのは結論から言うと全くうまくいきませんでした。もしうまくいってたとしたら、三井とか三菱、住友みたいな日本人なら誰もが知ってるような大企業っていうのは今は存在しないはずですからね。なんでうまくいかなかったかっていうと、財閥の人たちっていうのは金を持ってたからです。その金を使って GHQ の人たちに賄賂を送って、自分たちを解体対象から外してもらったりとか、措置を甘くしてもらったりということを普通にやっています。ついでに占領後期になると、さすがのバッカーサーもソ連の脅威に気づいて、日本を弱体化してる場合じゃない、まともな国になってくれないと困るというわけで方針転換がされていくわけですけど、それはまあ朝鮮戦争の話をするときにでもしていこうかと思います。次回は教育の改悪について話をしていこうかと思います。尺があればまあ公職追放のあたりまでやっていけるといいなと思っているところです。ソ連が敵だと気づく前のバッカーサーっていうのは、本当日本を共産化しようとしてるんじゃないかっていう節がありますよね。YouTube でご覧の方は動画下のチャンネル登録ボタンから、ニコニコ動画でご覧の方は動画右上のお気に入り登録ボタンから登録をよろしくお願いします。